今回はですね、英検の高スコアの叩き出し方です。本当に英検協会の人も聞いてほしくないぐらいの裏技なんですよ。24年度になってからも使えます。すげえ裏技。さて始まりました、森田チャンネル。さあ今回はですね、はい、CEO をやってきてもらいました。はい、ハローだよ、武田塾イングリッシュの一席です。はい、なんか今日はどうしても伝えたいことがあるじゃらしい、あるらしいじゃないですか、はい、めちゃめちゃ噛みまくってるじゃないですか、はい、何なんですか。いやですね、裏技を公開しようと思ってきました。何の裏技ですか？ファミコンですか？ファミコンの裏技紹介してもねしょうがないと思うんですけども、はい、今回はですね、英検の高スコアの叩き出し方です。おろ、まあ、それもそれ、うん、まあまたかみたいなね、はい、よくある、まあ、ライティングやれとか、はい、英単語やれとか、うん、そんなレベルの低いもんじゃないです。おもう裏技中の裏技正直多分これ本当に英検協会の人も聞いてほしくないぐらいの裏技なんですよ。あら、何ですかそれは、はい、まあ、絶対見ますけどね、英検協会の人は極秘の裏技があるんですけど、はい、なんでね、これ対策されちゃうかもしれないんですけど、はい、すごいいい裏技があるので持ってきました。なるほど。受験生が多いんですかね。まあ受験生見てる人多いと思いますけどね、はい、なんでね、まあ、受験生の人間に合うか分かんないタイミングだと思うんですけど、うん、参考にしてもらえればいいかなと思います。英検を、まあ、大学受験してる人が、まあ、取るメリットとしてはやっぱり英語が免除になるっていうことですよね、うん、そうですね。英語が免除になって、はい、英語が80点換算90点換算、うん、まあ、満点扱いになるようであったりとか、うん、独自の点数で換算して、はい、まあ、点数つけますよっていう大学もありますけど、とりあえず英検を持っていれば英語の試験を受けなくてもいいってなるのが、うん、まあ、めちゃくちゃメリットなんですよ、はいはい、そうですね。で、まあ、私立の大学を受ける人だと残り国語と社会1科目、うん、をやることで、まあ、大体受けられるっていう風になってると思うんです、ね、そうですね。文系だったらそうですね、まあ、理系の人でも同じやり方できる大学ありますから、うん、まあ、数学と理科の科目1科目かな、うんうん、で受けるっていう人も中にはいると思います、まあ、あとは加点の場合もありますけどね、英検受けたらそれが点数プラスになるとかっていうのはあると思いますが、うん、やっぱり塾の方でも英検2級を取らせてその方法で受けるっていうケースが多いと思うんですよ、はい、やっぱ英検2級取りやすいって言われているじゃないですか、うんうん、そうですね。英検2級の方がもう準1と比べたら簡単だからってよく言われますね、うん、ただここで問題が出てくるんですよ。そう、何ですか？それが2024年度の英検形式変更。ああ、そうですね、変わりますね、はい、英検形式変更ですよ、はい、ボン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 って。こっちからじゃないとダメですけどね反対が困りますよ、更新とか、はいはいはい、まあ、があるわけですよ、はいはい、これによって何が変わるのかっていうと、まず大問1の問題数が減りますと、はい、今までは単語ゲーって言われてたのがちょっと単語ゲーって言いにくくなる、はい、でかつライティングの問題が1台増えちゃう。うん、これが難しいんですよ。そうですね、ようやくですね、うん、はい、今まではライティングも1台で採点方式も結構甘かったので、うん、まあ、ライティングでいい点数取れればぶっちゃけ英語が本当に全然できない人でも2級受かっちゃうっていうのがあったの で、ね、うん、で2級合格させて、あとは他の科目に全振りだっていうやり方ができたんですけど、うんうん、それができなくなっちゃうっていうのが危険性としてあるんですよね。なるほど。ただ僕が今から伝える方法はその時代でも使えます。要は24年度になってからも使えます。お、なるほど。どういうことなんですかそれは。じゃあその裏技を発表しますと、はい、英検準1級を受けろ。お、どういうことなんですかそれ。裏技なんかいって言われちゃいますよ、はい、もうね、これで終わりです。はい、どういうことってね、うん、思ってる人多いと思うんですけど、はい、実は、まあ、自分の、まあ、見てる生徒、まあ、自分の校舎でね、うん、ある実験をしたんですよ、はい、まあ、英検2級落ちちゃうぐらいのレベルの生徒さんで、はい、英検2級以上のスコアが欲しい、うん、で準1級を受けてっていう風に言って準1級を受けていました。で準1を受けるメリットとしては、はい、CSE スコアが高く出ます。そうなんですよ、英検って CSE スコアっていうのがあるんですよね、はい、そう、合格してるか不合格なのかじゃないんですよね、うん、英検2級でその CSE スコア何点取れたのかとか、うん、準1級で何点取れたのかっていうので、うん、その CSE スコアが出願の基準になってるところが多い。そうなんですよ。だから準1に合格しなくても OK なんです、うん、準1を受けてさえくれれば、はい、ということです。それこそ英検2級に1週間前に受けたら不合格だったのに、1週間後の英検準1級の方では2000何十点出て英検2級以上のスコアが出た。え、つまり両方不合格だったってことですね。両方不合格でもスコア的には出願に必要なスコアを満たせている。なるほど。だから英検2級も受かれないけど、うん、英検準1級受けたら出ちゃったスコアってことですね。そういうことですね。え、準1級と2級で何点だったんですかそれは。まず2級に関しては点数的には本当ギリギリ落ちちゃうぐらいの点数、はいはい、なんで1900とか、はいはいはい、それぐらいでしたよ。で準1だと2000、まあ、何十点とか取れる子がいたりとか、はいはいはい、まあ、他にも何名か受けてたんで。あ、何名か、はい、
2200ぐらいいた子もいたから。へー。ただ不合格。不合格でしたね。不合格でもいける、うんうん、でかつ共通テストもしあるじゃないですか、はい、そのうちの一人の子は、まあ、大体筆記で100点中25点ぐらいしか取れない。25点、はい、偏差値でいうと本当に30-40代。その25点を準1級に特攻させたってことですか。そうです。すげえ裏技。しかも得点率がえぐくて、はい、大問1に関しては10問も答えられてないです。25問中、はいはいはい、なんで一桁台の点数ですし、うんうん、D リーグに関しても半分以上としてます、うんうん、はい、なんでボロボロです。なるほど。壊滅的なのにもかかわらずかなりいいスコアが出るんですよね。なあ、まあ、このスコアが出ちゃう理由としてはこの CSE スコアに換算するときに英検準1級だとその2級よりも総合得点がまず上がるんですよね、うんうん、でその分増えるっていう、はいはいはい、あそっか、もともとの満点の総合得点が違いますもんね。そうなんですよね、はい、なんでもしかしたらこれ実験してないんですけど1級受けても同じようなことが起きるかもしれないです。なるほど、確かに1級受けて適当なライティング、はあ、適当なマークの方がもしかすると2級とか準1級受けるよりももっと高いスコアが出る可能性もあるんで。なるほど、はい、じゃあやってみてください実験あ僕の生徒で。そうです。そうですね。あ1級ダメだ、できないや。あ1級はダメなんですか。簡単な理由です。だって1次試験受けて2次試験受けれないんだ。2次試験受けれない。そっかそっか、じゃあ1級ダメだ。そう、準1級と2級だったら SCBT だったらね両方受けることできますけど。そうですね、だから準1、いやもうめちゃくちゃすごいな。そうそうそう、1次突破しないとできないから2級はできないですね、うん、あなるほど、それはなかなか面白いですね、はい、さっきのリーディングの話でしたけど、うん、リスニングに関してもかなりボロボロでしたね。確か半分も答えられてない、うんうん、っていう状態でも2000超えちゃう、うん、はあ、すごいな。ということで、まあ、本当にこれ禁断の裏技だと思うんですけどね、うん、英検協会がどうこの動画を見て対策してくれるのかですけど、ね、新形式の時に変わってるかもしれないですけどね。そうですね、まあ、その時はめちゃめちゃ責められますでも CSE スコアだから変えようがないと思うんですよね、うん、なるほど。絶対は知ってる人はいるでしょうね、うん、関さんだけじゃなくて実際やった人はいるはずなんで、うんうん、そうですね、はい、それを見てる人はいると思いますね、はい、そうだから順に2級でダブル受験するよりも2級順に順1全部受けてみるとかね、うんうん、SCBT で全部受けてやってみて、そしたら、まあ、おそらく順1の方が高く出てると思いますよ、うん、そうですね、はいはい、試してみてください。いただければと思います、はい、うん、こんなのいいんですかね。いやそうですね、英検協会から命を狙われそうですけど。そんなことはないと思うけど、じゃあそういった感じでやってもらえれば、まあ、それぞれのね、まあ、新しくなってしまうとちょっと大変かもしれないですけどね、うん、今のうちにその対策というか今のうちにできる人はこれやっといた方がいいかもしれないですね。だから結論から言えば準1級に受かる力がなくても、うん、準1級はですね、大学入試で出願するんだったら受けておけということですね、うん、そうですね。そうするといいことがありますよと、はい、そしたらもうね本当にね共通テストと同じねこの並びになった場合に全然高い点になるって可能性もありますし、うん、まあ、一般入試で受けるときにその英語の試験を受けるよりもこの英検でやった方が高く出るっていう風になる可能性があると。そうです。だからやっぱ合格不合格っていうことを意識している人が多いですけど英検って、うん、実は CSE スコアってこういうからくりありますので、はい、ぜひとも挑戦してもらえればと思います。あとね、はい、武田塾イングリッシュチャンネルの方でね具体的な英検対策候補については普段から配信しておりますので、はい、そっちも見に来てください。はい、ぜひともよろしくお願いします。それで今回は、はい、移籍 CEO にとんでもない裏技について来ました。はい、ありがとうございました。